はいどうも、プレスの T です。今日はですね、冬休みの学習計画というところでお話していこうと思います。もうすぐね、皆さん楽しみにしている冬休みだとは思うんですけど、受験生ともなってくるとですね、まあ、楽しみというよりもしっかりと勉強頑張らなきゃみたいなところで気合い入れてると思うんですけど、ここでね、やっぱりどういう風にやったらいいのかわからない人も結構いるみたいで、いろいろ相談を受けるんですね。っていうところで、今日はね、冬休みどんなことに気をつけて勉強計画を立てていけばいいかっていうところでお話していこうと思います。で、まずね、一番最初に気をつけておかなきゃいけないのは、冬休みって意外と短いってことなんですよ。やっぱりね、冬休みっていうとなんか夏休みとかのイメージが結構あるので、かなり長い期間ね、腰を据えてすごくたくさん勉強できる、これで一気に逆転やとかって思ってる人もいるとは思うんですけど、なかなかね、そうもいかないんですよ。よくよく考えてみると、冬休みって2週間程度しかないでしょう。だからここで一気に挽回しようと思ってもそう簡単にはいかないんですね。だからそこのところをしっかりと押さえておいてください。そうしないとやっぱりね、理想と現実のギャップがひどすぎて、なんか勉強全然できなかった、なんだ冬休みみたいなところでちょっと変にへこんじゃう人もいるんですね。全然また勉強できなかった、もうこれでも入試無理かなとかっていう風に思っちゃう人も中にはいて、そうなると最悪のケースですね、まあ言うて冬休み終わったらすぐに共通テストがあるわけですけども、この共通テストのタイミングでスランプが来るとかね、いう場合があるんですよ。だからやっぱり皆さん気をつけなきゃいけないのは、ペースを崩さないってことですね。今まあ学校に基本的に皆さん行ってますよね。でそうなった時に、学校って大体朝からちゃんとやってますよね。でそこの部分を自分の勉強に当てれるんだと、そういう風に考える、これがベストですね。変にたくさんたくさん詰め込もうとしない、1日20時間やるんやとかで、そんなことやってたらですね、それこそ体調を崩してしまいますので、これはね、皆さん絶対注意してくださいね。でそういった中で、じゃあどういう風にやっていくかって具体的な話なんですけど、まずは優先順位、これをちゃんと決めましょう。自分がどの科目っていうのを重点的にやるかっていうのをしっかりと意識しておかないと、どうしてもね、意識がいろんなところに分散してしまって、なんかちょこちょこやったけど、なんかあんまり結果が出てないんじゃないのみたいなことになりかねないわけですよね。だからそこのところはしっかりと考え直してですね、一番自分がやるべきことは何か、これをまずははっきりさせる。で、まあもうこれ一番わかりやすいのは、前も少し言いましたけど、単純に点数が出てない科目ですね。で特に共通テストとかだと科目数が非常に多いですよね。で科目数が多いということは、やっぱりね、できるできないやつのいろいろ差があると思うんですけれども、平均点大事になってきますので、本当にね、取らなきゃいけないところをしっかりと取るようにやってください。で、まあ、もちろんね、大学の傾斜とかも意識しといてくださいよ。しっかりと伸びしろっていう意味で考えた時に、この科目を伸ばせば一気に点数上がる科目とかありますよね。要は倍率が高いやつですよね。2倍にしますよとかみたいな科目とかもあるはずなんで、そういった科目しっかりと上げるようにしてください。で、バランスを崩さないっていう話で言った時に、学校でやってる勉強っていうのはある程度まあ均一にやってますよね。で、この均一にやってるっていうところもある程度はコントロールしなきゃいけなくて、完全に勉強ポイって放り捨てちゃうと忘れちゃうので、1日最低10分でもいいので、その分野っていうのはしっかりと見てください。社会をやるんだったら社会をやるでもいいしね、何でもいいから、ちょっとだけでもいいから見るようにすると、つまり現状維持をしつつ伸ばせるところをしっかりと伸ばすっていうような計画を立てるべきですね。で、こういうふうに考えた時に、じゃあどういうふうにやるのがいいかっていうと、まず基本的に学校に行ってる時間、この時間っていうのはですね、要は共通テストとか、まあ、一般的な大学の入試が行われる時間と被ってるわけですよ。だからその朝とかの時間帯にですね、しっかりと入試の過去問とかをしっかりと解くようにすると。で、それが終わった後にね、まあ基本的に参考書とか暗記とかね、こういったものをしなきゃいけないやつをやっていく。これ夜やればいいですよね。で、こういうことを言うとですね、どうですか皆さん、イメージつきますか？普段の学校と変わらないでしょ。これすごく大事なんですよ。実はね、冬休みに入ってすごい気合いを入れて頑張るっていうのは、まあそれは非常にいいことなんで、頑張ってほしいんですけれども、やっぱりね、急に環境をガラッと変えるってすごく負担になるんですね。で、こういったストレスっていうのは、極力かけない方がいいっていうのはイメージつきますよね。でね、やっぱり受験って、まあ、それこそ余裕に思ってる人もいるかもしれないですけど、なんだかんだやっぱね、ストレスってかかるんですよ。で、気づいたらね、それこそなんか涙が出てるみたいな子もいたりするんですよ。別にこれおかしい話じゃなくて、割と例年見たりするんで、おかしいことではないので、そんなびっくりしなくていいんですけど、なんかなんでこんな辛いことやってるんだろうとかって、やっぱりね、落ち込むんですよ。で、そういった時に、やっぱりね、なんか頑張らなきゃ頑張らなきゃとか、よく塾とか行くと、ものすごい気合い入れてくる人いません？なんかチューターとかでさ、さあ、勝負の冬休みやみたいなことでなんか言うてる人とかね。まあ、中にはいるんですけど、まあ、ああいうのは適当に流しとくべきですよ。まあ、要は、よく街とかに出たらさ、冬休みの、なんていうの、
キャッチとかがさ盛り上げてるじゃないですか。今年とかちょっと微妙ですけどね。まあそういったよくよわからん、まあ、キャッチみたいなもんやと思って軽く流すと、それぐらいの感覚でいないと、なんかああいうのにつられて変にテンションを上げるとですね、本当にあのペースを崩してしまうので、こうなってくるとやっぱいろいろとね厳しい部分で出てくるので、皆さん注意してください。で今いろいろと話をしてきたんですけど、やっぱりね冬季講習っていうものもちょっとだけイメージしておいてほしいんですね。冬季講習、これは何かっていうと、まあ、当然塾とかでいろいろやってるわけなんですけど、これはね、まあ、ある種お金儲けの部分もあるわけですね。で前もまた別の動画で少し言ってるんですけども、あのね冬季講習大量に取ってる人、これはちょっと注意してください。でこれいろいろ考えておかないと、本当にそれで暴殺されてやるべきことっていうのが全然できなくなるケースっていうのがあるので、極端な話、もう冬季講習を軽く切るぐらいの気持ちでいてもいいと思います。実際にね僕もなんかね浪人してた時なんですけど、友達でねなんか大量に取らされてしまって、後々冷静になったらこれいらなくねみたいなところでね、もうお金払っちゃって受講が始まっちゃってるからしょうがないっていう話で、お金は返ってこなかったんですけれども、思い切って切った人もいました。で結果的にはそれがうまくいって、やっぱり自分のやるべきところっていうのにこうフォーカスしてですね頑張ってやったことによって、まあ、合格を勝ち取ったという人もいるので、まあねもったいないのはわかるんですよ。もったいないのはわかるんだけれども、やっぱりね最後の取捨選択っていうところはちょっともう一回考えてみてほしいですね。まあ、言うてねお願いしたら返ってくる場合もあるので、ちょっと取りすぎたかなとかって思うんだったら、今からでも返金手続きやってみるといいですよ。結局ね入試って誰のためにやるかって自分のためにやるわけですよ。で、まあ、もちろんね塾とかいろいろアドバイスをしてくれるのは間違いないんですけれども、そこでねちょっとだけ頭の中に入れとかなきゃいけないのは、塾もやっぱり金儲けでやってるんだよっていうところですよ。だからたくさん勧めてくるっていうのは間違いないので、そこのところはちょっと割り引いてですね、本当に必要な分だけやる、最初にも言ったようにとにかく自分のペースっていうのを崩さないのが非常に大事になってくるので、そこのところは意識しておいてくださいね。であとね、参考書とかをこれからいろいろと増やすのはどうかっていうような話も聞くんですよね。こんな新しい参考書とかどんどんやっていくべきですか。もうこれに関しては圧倒的にもうノーです。絶対やらないでください。新しい参考書とかをやったところで、結局今やってる参考書とほとんど被ってるんですよね。で確かに今微妙に伸びてない人っていうのは、新しい参考書をやることによって何か突破口が開けるかもしれないと、こういうふうに思う人もいるんですけれども、結局ね変わんないですよ。でじゃあむしろその壁を突破するためにどうするかっていうと、今やってる参考書ね、これを完璧にやり込む、で抜けてる部分っていうのを埋めると一気にブレイクスルーっていうのが起きる可能性があるので、そこをちょっと注視してやってみてください。でどういう風にやるかって言った時にですね、もう要は音読をやってみましょう。結構ね参考書何回も何回も見てると、やっぱ重要なところとかっていうのがなんとなく見えてきているから、そこだけ読んじゃうっていう傾向があるんですけども、実はそうじゃない可能性ってあるんですね。結局点数が出てない人ってポイントが抑えられてないっていう場合が非常に多くてですね、そのポイントを抑えるっていう意味でもやっぱり全部見ましょう。しっかりと声に出して読むことによって飛ばし読みっていうのを絶対にしなくなるわけですよ。でこれをやることによってやっぱりね全部の内容っていうのが把握できるようになるから、しっかりと頭の中に入ってくると、しかも全部文章を読むことによってストーリーとして頭の中に入ってくるので、結構ね知識が整理されるんですね。でこういう風になってくると、ある程度ね人に教えるようにしましょうって僕いつも言ってますけど、こういうのができるようになってくるわけですよ。でこれができるようになってくれば、大抵の問題っていうのはその場でふっと考えても処理できるようになってくるので、しっかりと運用できるようになる。結局知識っていうのは頭の中にたくさん入れるっていうだけで終わってる人結構多いんですけども、それが運用できてこそやっぱり問題は解けるわけですね。でこれをまあ問題演習でやりましょうっていう風に言ってるわけですけど、問題演習には結構重大な欠点があって、要はその問題を解くためのテクニックみたいなのがあってですね、それをやってしまうと結局その本質的なところじゃない技で回答してしまうっていうことがよく起きるんですね。これをやってしまうとやっぱりねなかなか伸びなくなるんですね。限界が来る。最終的なところで詰めるっていうのはもちろん大事なんですけれども、ここでね一回ちょっと落ち着いて、本質的には一体どういうことを抑えたらこの問題っていうのは解けるのか、どういった問題知識の背景っていうのを取材者は通っているのかなっていうのをしっかりとイメージしながら、まあ、落ち着いて勉強するということですね。やっぱりね冬休みっていうと本当に最後の、まあ
勉強する期間ですから、皆さんねどうしても気合が入りすぎるっていう場合があるんですけれども、一番最初からずっと言ってるように、とにかくペースを崩さない、このことを意識してですね、落ち着いて自分のやるべきこと、これをやってくれれば大丈夫ですので、まあ僕から言えることとしては、とにかく詰め込みをしようとしないってことですね。はい、というところで今日はいろいろとね話をしてきたんですけど、まあもうすぐ冬休み頑張っていきましょうというところで、今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。